有安桃花の卒業が発表された桃色クローバー Z が15日、日本テレビ系、情報ライブ、ミヤネ屋に正出演し、有安は今後について、一人の女性として、家事とか勉強したいと笑顔を見せた。東京のスタジオから登場した5人に対し、宮根誠司は、有安さん、引退するんですか?と質問。有安は、ワイと即答。続けて、急にというか、ずっと前から考えていたので、正直、やっと言えた。すっきりしたというのが今の気持ちですと、晴れやかな表情で訴えた。そして、芸能界で22年間ずっとやらせていただいて、一度距離を置いて普通の女の子の生活を送ってみたいと思ったと引退の理由を説明した。他のメンバーは知っていたのかという質問に、百田夏菜子は、知ってました。みんなに教えてくれたので年が明ける前から知ってましたと説明。他のメンバーも、寂しいです。だいぶ寂しいと訴えた。今後については、逆に何も決めてないと笑顔の有安は、決めてないからこそ、すごく自由でいろんな道開けてるなと思っている。まずは普通に一人の女性として、家事とか勉強したいと語っていた。